皆様、こんにちは。お金の研究所です。今回の動画は、12月権利、決算後急落、ライオン株の今後はというテーマでお話しさせていただきます。ライオンの株価は11月7日の決算後に急落いたしました。今回の株価下落の原因は、一言で言いますと、柔軟剤の新製品の不調であると思っておりますが、少し長い目で見れば、それほど悪くないと思っております。 現状では配当と優待を合わせた総合利回りも高く、株価的には面白い水準ではないかと思っておりますので、今回の動画ではその点について解説させていただきたいと考えております。本日もよろしくお願いいたします。まず、ライオンの直近の株価チャートですが、11月7日の3級の決算後に株価は急落し、11月22日の終わり値は直近の高値から12%程度下落した位置にあります。 そしてそれに伴って総合利回りは急上昇しております。そしてもう少し長い目で見れば2020年7月の高値からは半値以下となっております。一方でライオンは株主優待制度が充実しております。権利月は12月であり100株保有することにより自社製品が送られてきます。ちなみに2023年の株主優待のラインナップはこのようになっております。そしてこの自社製品の価値はどのぐらいかと言いますと いろいろと価値を調べているブログがあり、統一したものはありませんが、どれも大体このブログのように2500円から3000円程度という範囲になっております。従って11月の22日の終値の株価、1318円で考えますと、 配当利回りが1.97%、優待利回りは1.9から2.3%程度となりますので、総合利回りが3.9から4.2%程度となり、よく言われる4%の前後となっております。 また、配当金の推移についても素晴らしく、ここ8年は増配を続けてきており、目安の30%は超えているものの、顔とは異なり配当成功は未だ42%程度であり、まだまだ安全な水準であると思います。 このように株主還元姿勢が高いライオンですが、今回の株価下落の原因については、株探の記事によれば事業利益が3級時点で20億円ほど下回っているということと、そしてそれに伴って通気予想は据え置いているものの、下振れ懸念が強まってきていることを挙げております。確かに3級時点で純利益の進捗率は50%程度ですので、普通に考えれば通気予想の達成に疑問が出る水準であると思います。 そして事業利益が20億円ほど下回っていることについて会社側はどのように分析しているのかと言いますとそのうちの約10億円が柔軟剤の新製品のソフランの不振によるもの5億円がその他のカテゴリーの原版そして残りの5億円が競争費用の増加を挙げております。 そして競争費用の増加については国内と海外で半々としソフランやナノックスなどのファブリックの新製品の投入による反則費用の増加と海外特に中国での増加を上げております。したがって事業利益の20億円のビハインドは柔軟剤のソフランの新製品がこけた影響が大きいのではないかと思います。ちなみにソフランはこのような製品となっております。 そして、その他のカテゴリーのマイナスの5億円についても見ていきますと、まず、今回の決算では、産業用品などはプラスで推移しているものの、一般用消費財のマイナスの割合が大きくなっております。そして、一般用消費財の中では、新製品を投入したファブリックケアは前年同期比でプラスではあるものの、オーラルケア、ビューティーケア、リビングケアがマイナスとなっております。 どの事業利益のマイナスが大きいかは回避されておりませんが、売上が大きいオーラルケアの一部製品の出荷停止の影響が大きかったのではないかと思っております。決算説明会の動画を聞いていますと、ライオンが製造を委託している原薬メーカーの違反が原因とのことで、自主回収も行っておりますので、ここの影響が大きかったのではないかと思っております。 この問題に対する4級以降の業績への影響は会社側は警備とのことですので事業利益のマイナス5億円は一過性の影響ではないかと思っております次に少し長い目で見れば今回の決算内容はそれほど悪くないと考えている理由についてもご説明したいと思いますまずこれは今回の3級の決算資料の一部ですが3級までの累計の事業利益は前年同期比でマイナス26.8%となっております そして2級までの累計の事業利益は前年同期比でマイナス30%となっており1級時点では54.7%となっており徐々にマイナス幅が縮んできておりますそして1から3級の数字を眺めてみますと売上高及び利益はいずれも徐々に回復してきておりますその原因は原材料価格の高騰影響が少なくなってきたのが大きいと思っております これは2級と3級の事業利益の増減要因を表しているスライドです。先ほども言いましたように競争費用が増加しており、本社の移転費用も加算でおりますが、原材料価格の影響が累計でマイナス9億円まで減少しております。これは2級時点の資料ですが、 原材料価格の影響は下期は増益要因に転ずる予定としており、産休の質疑応答でも下期に35億円の増益要因という点は変えておりません。したがってこれまでのライオンの不調の原因であった原材料価格の高騰影響に対して値上げが追いついていないという構造的な問題は徐々に改善されているのがわかると思います。 また先ほどからお話しているように柔軟剤の新製品についてはこけてしまいましたが今年の9月に新たに投入された洗濯用洗剤のナノックスの新製品については好調のようですので今後の巻き返しがあるのではないかと思っておりますまた財務に関しても一応見ておきますと自己資本比率は現状で57%程度あり有利子負栽培率も低いことからライオンの財務は全く問題ないと思います また、冒頭でもお話しましたように、ライオンは通期業績予想は据え置いておりますが、専門家がこの予想をどのように見ているのかと言いますと、これは専門家であるアナリストの今期来期のライオンの業績予想のコンセンサスです。今期は会社予想を営業利益については下回ると予想しており、純利益については上回ると予想しておりますので、それほど悪くない予想であると思います。 また来期については売上と営業利益については伸ばす予想としております。来期については若干純利益については落とす予想としておりますが、この程度のマイナス幅であれば、減配は行わないのではないかと考えております。それでは専門家であるアナリストは現状のライオンの株価をどのように見ているのかといいますと、これはアナリストによる目標株価と実際の株価との推移を表しております。 実際の株価は落としてきておりますが、目標株価は若干上げておりますので、実際の株価と目標株価との乖離が大きくなってきております。それではどのぐらいの上値余地があると考えているのかと言いますと、11月22日の終わり値ベースで45%程度上値余地があると考えております。アナリストのレーティングはと言いますと、強気が4名、中立が3名というところで、総合的に見ればやや強気というところではないかと思います。 一方で決算後に株価を爆上げした花王はと言いますと11月22日の終値ベースで専門家は8%程度上値落ちがあると考えております専門家の目標株価通りに実際の株価が動く保証はどこにもありませんが目標株価から考えればライオンの株価は花王の株価に比べて5倍以上上値落ちがあるということになります それでは最後に現状のライオンの株価位置を確認するために簡単に指標名について確認したいと思います。これは2019年ぐらいからの予想 PER の推移を表しております。PER は株価を純利益で割り算して求めた数字であり、純利益面から今の株価が割安か割高かを判断する一つの指標です。平均の予想 PER が25.2倍であり、 現状の予想 PR が21.4倍であり、過去の推移から見れば若干割安な水準です。また2年で見ても低い値にあります。また15倍程度が全業種の平均と言われておりますので、そこから見れば若干割高な水準であると思いますが、一過性の本社一転費用が純利益を圧迫している部分はあると思いますので、全業種の平均と比べてもそこまでの割高感はないと思っております。 またこれは2019年ぐらいからの PBR の推移です。PBR は株価を純資産で割り算して求めた数字であり、純資産面から今の株価が割安か割高かを判断する一つの指標です。平均の PBR は2.44倍であり、現状の実績 PBR が1.36倍であり、過去の推移から見れば割安な水準です。また2年で見ても低い位置にあります。 また PBR は1倍を超えておりますので、絶対値としてみても割安とは言えない水準であると思いますが、今回の決算内容から見れば、やや低い気がしております。次に株の時給です。これは信用倍率の推移を表しているのですが、現状で5倍程度です。目安の10倍を下回っておりますので、それほど気にする水準ではないと思います。最後に株の加熱感を確認するために、オシレーター系の冷やしの RSI について確認したいと思います。 現状の RSI は28%程度です。RSI とは変われすぎか売られすぎかを判断する指標であり、一般的に70から80%以上で買われすぎ、20から30%以下で売られすぎと判断されます。したがって現状の株価は売られすぎの状況であると思います。以上をまとめます。今回は12月権利付きで決算後に株価急落中の家庭用品大手のライオンについてご紹介させていただきました。 12月の権利目前で直近の株価下落により配当と優待を合わせた総合利回りは4%前後ままで上昇してきてきおります。決算後の株価下落の原因として考えられるのは株探の記事にもありますように事業利益の20億円のマイナスと産休時点での50%程度と低い進捗率です。 事業利益マイナス20億円のうち、新製品の柔軟剤の不調の影響が大きく、会社側は10億円程度としており、競争費用も考えれば、かなり大きなマイナス要因であると考えられます。一方、事業利益は1から3級で徐々に改善してきており、原材料価格の高騰影響はだいぶ落ち着いてきております。ライオンの予想通りであれば、4級はさらに改善するはずです。 進捗率50%程度と低いものの、愛車は通期予想を据え置いており、専門家もこの予想を支持する形となっております。また、株価は決算後に急上昇した顔と比べて、専門家による目標株価から見れば、ライオンの方が5倍以上上値落ちがある状態となっております。指標的には過去の推移から見れば割安であり、来期以降一過性の本社移転費用がなくなれば、 PER 的には改善するかもしれません。また、受給や加熱感も悪くない状態です。柔軟剤の新製品の不調をどう判断するのか、例えば、研究開発力の低下というふうに判断すれば、ライオンへの投資は控えた方が良いかもしれません。 ただ個人的にはナノックスの好調もありそれほど悲観しておらず進捗率など短期的に見れば良くないものの事業利益の回復傾向や原材料価格の高騰影響の緩和総合利回りの高さなどを考えれば少し長い目で見て投資判断をしても良いのではないかと考えておりますそれでは最後に少しだけ紹介させていただきますお金の研究所ではメンバーシップを開始いたしました まずは試験的に月1回のメンバー限定の動画を配信しようと考えておりますこれまでの動画配信とは別に1本の動画を月に1回追加で見ることができるという感じです動画の内容についてはいくつかメンバー用の動画を配信させていただいた後にメンバーの皆様から意見をお伺いしながら随時改良していきたいと考えております直近ではこのような動画をメンバー用として公開しております ご興味があればぜひメンバーシップの加入をよろしくお願いいたします。なお投資は自己責任にて行っていただきますようどうぞよろしくお願いいたします。もし皆様のお考えがあればぜひコメント欄へお願いいたします。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、メンバーシップよろしくお願いいたします。